はい、どうもバイス TV です。昨日発表されました新型バンムーフ S4 そして X4 についていろいろ話していきたいと思います。予想完全に当たってましたね。空張り X フレームの復活で、ディスプレイなしの廉価版、予想通りじゃないですか。うざいですか。値段35万なんで、もともとここにある S3 僕25万円で買ったので、まあそれを考えると少し高く感じるかもしれませんけども、その当時とはだいぶ状況が違います。コロナとか戦争とかいろいろあります。流通コスト、部品のね調達コスト等を考えると値上げは致し方ないかなと思います。でも新型 S5 そして A5 今は58万円ですから、それと比較すると23万も安いんですよ。それと先日動画にもしたベスビースマーロ、それと比べても10万円ぐらい安いんです。そう考えると全然ありなんじゃないかなって思います。何よりめちゃくちゃ可愛くないですか、このシックなエバーグリーンは男性に人気が出そうですよね。そしてこのパープルフォグ、自分紫大好きなんでこれ個人的にすごく気に入ってます。そしてバンムーフといえばやっぱ黄色ですよね。サンビームイエロールノーのカングーみたいな派手さがイケてますよね。個人的にこの X4 めっちゃ好きです。ちょっとお見せします。これですね、これ可愛くないですか、これおすすめ。そしてこちらミントのようなフォームグリーン、このシリーズは売れるでしょう。でも以前のと何が違うんだろう。もっと高い S5、A5 にはあるけどこっちにはない機能って何なんだろうとか、その辺いろいろ思いますよね。今回のこの動画ではその辺今分かっている範囲で話していきたいと思います。さあ今回の S4、X4 の最大の特徴は何といってもシンプルという美学なんです。 Beautifully Uncomplicated Uncomplicated Complicated っていうのは複雑なっていう意味ですよね。アブリル・ラビーンの歌にもありました。その逆 Uncomplicated 単純、複雑じゃないよっていうことなんです。自分いつも思うんですよ、アップル信者だからその辺すごくこだわりがあって、ハイテクって余計なこと考えさせたら終わりなんですよ。余計なこと考えさせたらもうすぐそれがオタクの世界になっちゃうんです。少なくともアップル製品ってそうなんですよ。 iPhone に分厚い説明書が必要じゃダメなんです。自転車でもそう、乗るときに自分で細かい設定とかしたくないんですよ。ペダリングが大変なときは勝手にペダルが軽くなって、暗くなったら勝手にライトがついて、鍵なんか持ち歩く必要もないし、今何速で走行してるのなんかどうでもいいんですよ。人を怠け者にする自転車、それがバムフなんです。少々熱くなってしまいましたが細かく見ていきたいと思います。まずフレームなど、はい、これは S4 の方なんですけども、サイズ表が見当たらなかったんですけども、もっと売れた S3 そして X3 のデザインって書いてあるのでかなり似てはいるんですよ。なんですけどよく調べたらね、数ミリ低いみたいですね。それとフロントフォークとタイヤが少しワイドになりました。重さも若干ですけども S3 より重いです。でハンドルバーのボタンは左右1つずつ、 S5 そして A5 は2つずつあるんですけども、これは1つずつです。その辺も節約されてるんですね。そしてバッテリーなんですけども 478Wh、 S3 は 504Wh なので、その辺もコストカットされていると。ただモーターとかソフトとかその辺進化してるので、レンジは変わらず60から150キロ走行が可能ということです。そしてディスプレイはないんですけども、当然スピーカーもついてます。トップチューブの裏側にスピーカーがついてまして、ベルだったりとか、あといたずらされた時に警告音が鳴ったりします。なのでベースはやっぱり S3 とか X3 に似てますよね。バンムーフといえばの一つ、キックロック、これも Gen 4のキックロックがついてます。S5、A5 は Gen 5ですけども、その一つ前の世代のキックロックがついてます。これ知らない方のために言うと、目的地に着いたらこのボタンをキックするだけなんですね。これでもう盗めません。タイヤは動かなくなるし、動かされたら警告音が鳴って、で持ってかれても場所を追うこともできます。
最悪見つからなかったら別の1台をもらっちゃいましょう。今回は GSM1 追跡って書いてあって、 Apple Find My は対応してません。バンムーフ S5 A5 は Apple Find My に対応してます。細かいところ見ていくと結構そういうところでコストカットされてるんですね。そしてロックの解除なんですけども、自転車に近づくと Bluetooth で勝手にスマホとつながるので、左のねハンドルバーの左のボタンを押すだけ、それでロック解除することができます。これに慣れてしまうと自転車の鍵とかチェーンロックとか持ち歩くのがアホらしく思えてきますよ。次にバンムーフといえばターボブーストですね。こちらも Gen 4の59ニュートンメートルトルクのターボブーストで瞬時に加速することができます。今回の S4、X4 にももちろん搭載されています。ちなみに S5、A5 には Gen 5のターボブーストがついてます。続いてギアなんですけども、2スピードギアシフティングということで、ハブに内蔵された2速全自動ギアシフトでもはや何も考えさせません。この乗り心地は一度乗ってみて判断したいところですね。そして今回はこちらの自転車 SP コネクトフォンマウントがついています。 S3、X3 にはトップチューブにマトリックスディスプレイがついてます。そして S5、A5 にはハローリングインターフェースがついてます。今回のこちらにはディスプレイ類が一切ありません。ですがバンムーフのアプリが縦にも横にも使えるダッシュボードに早変わりするので、速度やバッテリー残量といつでも確認することができます。ただ S5 や A5 のように USB ポートがないので、スマホのバッテリーが少し心配ではありますが、当然スマホマウントしなくても走行は可能です。そして最後にこれ、アクセサリーのとこにパワーバンクの画像があるんですよ。まだ買えなかったんですけども、パワーバンク復活するんですかね。楽しみですね。まだ買うことができないんですけど、続報を待ちたいと思います。よりシンプルだけどバンムーフの魅力であるキックロックなどは搭載しつつ、安価なエントリーモデル、空張りも可愛いということで、ハイテクな自転車に興味がある人たちにはかなり魅力的なバイクなんじゃないのかなというふうに思いました。より凝った機能、ハイテク感満載のハローリングインターフェースや、さらに1世代進んだ Gen 5のキックロックやモーター、E シフター、よりお金をかけて作られたフレーム、ハンドルバーなど、バンムーフ社の最先端を行く自転車がいいって人は少々高いんですが、S5、A5 がおすすめです。自分はそちらも乗ったことあるんですけども、やっぱり乗り心地とかモーターの静かさとかスムーズさ、そして何よりそのハイテク感はガジェット好きにはたまらないバイクとなっています。プレス資料もあったので PDF のリンク貼っておきますので、概要欄チェックしてみてください。以上、ご視聴ありがとうございました。